ちは。ハンドメイドアクセサリー作家のあやです。この動画はハンドメイドの過程を記録して配信するという動画になっております。委託販売からネット販売にシフトチェンジしてからの活動内容をお届けしております。はい、ということで今日は ショップカードとピアスの台紙についてお話しさせていただきたいと思います。まずピアスの台紙なんですけれども、私ね、委託販売の時に全然自分のこう屋号ショップ名の入ったやつを使ってましたっていう人じゃなくって、全然普通にその辺に売ってるやつでずっと代用してたんです。だけどネットショップを運営するにあたって、あ、これは自分のロゴの入ったカードをいるなと思ったので、ちょっと作ろうと思って作りました。で、作るまではこういう普通にね、市販で売ってるようなやつでやってたんですよ。これはどこにでもあるような、ネットでポチッとしたらすぐに届く、そして枚数が大量にあってとっても安いっていう万能なピアスの台紙だったんですけど、すごく使いやすかったんです。でもやっぱりね、なんかこういろいろ皆さんのやつとか見てたらね、なんか自分のショップ名のロゴが入ったピアス台紙かっこいいなと思って、私も作りたいわと思って作りました。で、私が、作ったサイトなんですけど、何て言うんだろう、印刷通販ビスタプリントっていうところで、ちょっとピアスの台紙というか名刺屋さんなんですけど、名刺で穴をポチポチって自分で開けて今やってます。で、そこの印刷通販ビスタプリントっていうところはもともと、なんていうんですか、テンプレートがたくさんあって、すごいいろんな柄とか、シンプルなやつもあったり、ごちゃごちゃとかしたやつとかもあったり、すごいいろいろ選べて作れるんですね。で、ファイルを送って、自分が作った絵とか描いた絵とかもできるんですけど、私はちょっとね、めんどくさがりなのでちょっとテンプレートをお借りして作りました。で、それでもね、結構シンプルなやつがね、良かったので、私の、そういえば伝えてなかったですね、私のショップ名アデージョって言うんです。で、アデージョの絵ですね、もう本当にシンプルなやつが良かったので、こんな感じで見えるかな、画像を出しましょう。はい、こういう感じで、A 丸アデージョっていう感じで作りました。これ横バージョンなんですけど、縦バージョンと2種類あります。で、ちっちゃいピアスの時はこっちで、ちょっと長いなって思う時はこっちで代用しております。でもこれがね、着てからね、なんかテンション上がりますよね。あ、自分のなんかショップのあれやと思って、なんかすごいワクワクしたのを覚えてます。で、これやっぱ穴が開いてないので、本来名刺なので、ちょっとね、穴開けパンチも買いました。これはヤフーかなんかでポチッとしました。でね、自分の好きなところに開けれるので、下の方に開けたり、もうギリギリ上に開けたり、そのピアスの長さによって場所を変えれるので、すごくありがたく使わせていただいてます。はい、で、このビスタプリントさん、こういう感じで箱に入って届きます。で、こちらは100枚入りなんですよ。で、開けました。結構使ってるんで、ちょっとスカスカなんですけど、100枚入りでもパンパンに入って、綺麗に入ってて980円でした。確か送料無料やったかな、最初やからかな。でもね、すごいお得やなと思って、1000円いけへんねやと思って、お得だったので、これで今ポチッとして買って使わせてもらってます。一つね、ちょっとなんて言ったらあかんかでも言ってしまえば、ちょっとね、ふにゃふにゃ薄っぺらくてふにゃふにゃなんですよ。まあ名刺やからね、紙やからもう仕方がないんですけど、ちょっとこれなくなったら固めの紙に
やりたいなって思ってます。もし何かいいところあったら教えてください。お願いします。はい、ということでピアスの台紙でした。では次、ショップカードなんですけど、ショップカードって作られてますよね、皆さんきっとね。で、私も作ったんですよ。作ったっていうか、最初あのサンキュー、そう、サンキューカードを100均で売ってるサンキューカードを梱包箱の中に入れて送ったりとかしてたんですけど、100均でね、こうやってこういうサンキューって書いてる光沢のある可愛いシンプルなやつとか、いろんな柄が入ったやつとかたくさん売ってて、ちょっとこれ使ってたんですけどね、ネット販売運営していく上で、そういうショップカードとか、そのQR コードを載せたりとかして、その情報量をちょっと詰め込みたいなって思って作ったんですね。で、そのパーツとか頼んだりとかするときに、そのパーツ屋さんも結構、この度はなんとかかんとかでありがとうございましたみたいなご丁寧なね、ショップカードがやっぱ届いたりするので、あ、こういうのいいなと思ってちょっと作ることにしました。で、今回ショップカードはね、ラクスルっていうところで作らさせてもらいました。ラクスルがね、またね、すごい良かったんですよ。これも、これはね、100枚500円やったんかな、そう、100枚500円で、でも送料かかって220円、合計770円ぐらいってことは、さっき言ってたこっちの方がペラペラやねんけど、ちょっと高いかなっていう感じです。ラクスルで頼んだやつね、これなんですけど、裏表印刷もしてくれて、さらに紙がね、選べるんですよ。で、私ね、光沢にしました。そしたらね、結構しっかりしてるんですね、これ。で、しっかりしてるので、次もしこのピアスの台紙がなくなったら、こっちでちょっと頼むのもありかなって思いました。で、このサンキューカードにはね、この度はご購入ありがとうございます、お気に召していただけましたら嬉しいですって、で、ご感想、レビューなどを聞かせていただけると大変励みになりますみたいな感じのことを書かせていただいて、で、後ろは QR コードたくさんあるんですけど、インスタグラムとか、あとミンネさんとかクリーマさんの QR コードをやってるので、こういう情報もね、みんなそんなピッてするかって言うたらせえへんかもしれへんねんけど、こういうちょっと情報を載せれるので、ちょっといいなと思って、裏表ね、できるので、ラクスルさんすごいいいです。ちょっと紙もしっかりしてて、光沢紙とか普通紙とか多分選べるので、おすすめだなって思いました。ちなみにこのデザインなんですけど、 iPad とか携帯のアプリでダウンロードできる Canva っていうアプリがあるんですけど、それでそこの中でまずデータ、自分でね、書きたいやつ書いて保存して、で、購入するときにそのデータを写して印刷してもらいました。ということで、ピアスの台紙、ショップカードね、皆さんよかったらラクスルさんとかビスタプリントさん検索してみてください。はい、ということで、この動画がちょっとでも興味ある方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。